こんにちは古ショーです世界の名作文学を5分で語る。時には10分くらいかかってしまうという、まあ、そんな気楽なコンセプトで、世界文学の名作と、それを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです、えー。面白かったなと思ってもらえたら、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい今回は、えー、ヘミングウェイの老人と海。 について、雑感を述べてみたいと思います。えー、一応、この本も持ってて、ですね2つの老人と海の翻訳を持っています。はい、それはどうしたら英語で読めって言われそうですけどね。はい、えー、で老人と海は、ですね僕はあの珍しく、本を読む前に映画を見ました。ね、高校の時に、えーまあ、映画館じゃなくて、ですね何気に夜テレビを見てたら、深夜映画で老人と海をやってましてですね。 最後まで見ましてですね、痛く感動しましたね、えーっと。それがヘミングウェイの作品を読んだ最初だったような気がしますけど、うんまあ、ものすごく印象に残っててですね、今でもその,その時の土曜日の夜だったんですけどね、土曜日の夜の、まあ、12時か1時ぐらいに終わったんですよね。えー、で最後にあの、ね、せっかくなんとか取ったカジキがサメに全部食われてね、 あーあ、あみたいな、やれやれみたいな感じになっていきますね。あんな感じ、そのシーンね、スタメがバシャ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 カジキを食べるシーンをね、あの食べてしまうシーンをとてもよく覚えていますね。はい、で、えー、っと、このヘミングウェイの老人と海の雰囲気って当時、なんかあの、なんかですね、ソニーかなんかのこうステレオのコマーシャルでですね、 南の海に住む老人が家の中でそのレコードを、そのステレオでレコードを聴くっていうね、そんなコマーシャルがありましてね、なんか南の海にいる漁師のような老人はかっこいいなと思っていたら、老人と海がね、えー、まあちょっとね、そのコマーシャルの老人はややハイグレードな感じでしたけど、老人と海の老人はね、地元の漁師みたいな感じです。で、この文庫本でわずか1 2 0 130ページぐらいですねあの、とても短いコンパクトな作品で、まあ、内容も、ね、男の孤独とかね、えー、負けるけど人間は負けないんだよ、おじいちゃんと少年い、いつも一緒に寮に行く少年がね、えー、殺されるけど負けることはないみたいなことを、ね、言ったり、相変わらずヘミングウェイ、ヘミングウェイしてる、かっこいいセリフでね、えー、面白かったですね。 でえっと、まあ「100分で名所」とかにもね紹介されるんですけど、実は、えー、この映画は面白かったんですけど、この老人と海の小説をね僕は読んでねあんまり感動しないんですよ。っていうのが、えー、僕,の僕のこの「ヘミングウェイのキューバ」っていうと,です、ねまあえっと、毎回ヘミングウェイやるたんびに出す本ですけど、この「ヘミングウェイキューバ」の。 日々というものとですね、えー、それから20年代パリっていうね、この20年代ね、あの第一次世界大戦の後、パリでアメリカ人がたくさんいて、シェイクスピア書店にね、ジェームスジョイスはアメリカ人じゃないけど、いたり、まあ、ヘミングウェイとかフィッツ・デ・ラルドとか、まあ要は失われた世代、ロスト・ジェネレーションの話の若きヘミングウェイ、最初の奥さん、ハドリーとパリで暮らすみたいなのと、まあ、ヘミングウェイのキューバの日々っていうね、でここからここに行くヘミングウェイの成長とか、 人生ドラマをね、あのー、加藤和彦がですね、パパヘミングウェイっていう LP レコードを作ってね、安井和美と、素晴らしい、こう完全にヘミングウェイがわかる、あのレコードでみたいな感じがあるんですけど、でまあ、こんな風な感じであるので、えー、ヘミングウェイ的な世界ができた上でで、すね、実はそのヘミングウェイの遺作である海流の中の島々、まあ、こねかっこいいですよね。 白人男性みたいな感じでね、まあ、白人男性ですけどね、でこの「帰りの中の島々」というのは遺作になって完成しなかったんですけど、実は最後にですね、文学的野心があって、ヘミングウェイはこの「帰りの中の島々は」は自分の対策の中の「海」というね、えー、項目、「海」、「空」、「陸」あ、まあ、これ前も言いましたかね、「陸海空」で自衛隊みたいだな,みたいな、ね、<laughs> 空軍、海軍、陸軍かみたいな感じですけど、 海を描き、空を描き、陸を描くつもりだったらしくて、でこの、えっと、ビミニ島の話のビミニとキューバと洋上っていうのがあって、洋上が途中で終わったんで、帰りの中の島々は未完になってるんですけど、えーまあ、実はこの帰りの中の島々が完成したら、海の項目が完結なんですよ。その後空を描いて、えー、陸を描いてね、まあ、大きな小説を書くはずだったらしいんです。 でこの海のねビミにキューバ、洋上っていうのがあって、洋上っていうのはね、あのヘミングウェイ実際にナチスからね逃げてくるユダヤ人が、こうナチスの潜水艦がこうあそこのメキシコ湾で待ってて、それを撃沈するという、ね、ことをやってたんですけど、その潜水艦を探してやっつけるっていうね、潜水艦探しの仕事をやってたんですよ。とても危なない仕事なんですけど自分の 船とね、仲間と一緒に。でその体験をもとに、養生っていうのはそういうことをやってるシーンなんですけどね。で、この,こうこの海流の中の島々を描いてる副産物としてたまたまできたのが、えー、老人富なんですね。まあ人によっては養生のあと老人富を描くはずだったっていうことなんですけど、ちょっとね、老人富の筋立てが海流の中の島々の筋立てと合うのかなってね。まあ、少なくとも、 この海流の中の島々の一部として出るんだったら、このカジキを取る老人は、この主人公のトマス・ハドソンというね、えー、有名な画家なんですけど、えー、のはずになるんだけど、まあ、トマス・ハドソンのような人ではない老人が、えー、老人と海の主人公なんで、書、まあ、いてたらね海のことばっかり書いてるから、副産物としてできたということで。で僕はあの こっちの海流の中の島々はね、結構ハマって読んでですね、えー、でそのためにですね、こっちにハマってしまうとですね、老人と海で感動しなくなってしまうっていうね、副産物があるんですね。えー、でこう、海流の中の島々は、僕はヘミングウェイの中で実は一番好きなんですね。えー、まあ、一番好きといってもですね、武器をさらばを読んでるときは、武器をさらばが最高だなと思うし、えー、キリマンジャロの雪を読んでるときは、 キリバンジャロの息が最高だと思うんですけどね。まあ、でも、まあ、こう何もヘミングウェイを読んでいない状態でヘミングウェイの作品でどれが一番好きかなと思ったら「海流の中の島々」ですね。で、えー、これは実はまあなんというかパラッパラな中途半端な書き方をしていて「えー、武器をさらば」とかはね完成品として出てくるこう作品なんだけどこれはねやっぱ晩年のヘミングウェイ。ヘミングウェイ的な小説作法や まあ僕は英語の文体分かんないけど、まあ、そのどんなふうな構造でどんな感じで書いていくかっていうのは、まあまあ一応分かるんで、言うと、あの武器をさらばとか、ひわのまた登るみたいな書き方をしている作家が、こういう海流の中の島々のような作品は書けないんですよね、本質において。それは志賀直哉が焚き火とか、清兵衛のひょとか、小僧の神様とか、網走までとか、あんな小説を書いてる志賀直哉では、 暗夜路のようなな小説は書けないんですね本質的にでヘミングウェイはまあ最後自殺をするわけですけども、まあ、一つにはやっぱり書けなくなったっていうのもね大きかったんじゃないかなと思いますまあ書けないから自殺ってそうはならないんですけどね書けないからこう潜在意識的なこういろんな仕組みがぐっあったってお父さんも自殺はするしハドリーを殴って でまず、あ、たねハードリーを殴ったと思うんですけど、ね、あの最初の「日はまた登る」の前にあった幻の第1作目の長編小説の,あの原稿のすべてをあの電車で盗まれたハドリーをですねその話を聞いた日にハドリーにやったことを私は一生誰にも言えないって言ったからきっと殴って殴って罵倒したんだと思うんですけどかわいそうに。でえー ままあまあそんなことでですね、今何を言ってましたかね、そうそう、ハドリーがいた、うん、忘れてしまいました。えで、まあ、要はですね、えー、そもそも何を話したか忘れてしまいましたけど、ヘミングウェイズ・ペーパー、あそうそう、で、帰りの中のしましま的な小説を書くのは難しいという話ですね。で、だから思いっきりしれきれともなんですよ。で、この小説を読むときに面白いと思ったのは、えー、男性が読むとね、 最初の10ページぐらいが面白いんですねで。それだけかって感じですけど、最初ね、トマス・ハドソンの生活のあり方みたいなのを、ね、読むとね、これはもう完璧な短編小説で完結してるんですよ。でここまででやめとけばね いいのに、長編にしたのが失敗だったのはヘミグイさんみたいな感じですけどね。これ素晴らしいんですよ。家は港と外埋めの境目、細長く突き出した岬の一番高いところにあったということで書いていて、トマス・ハドソンという男がその家に住み、その家で仕事をしていた。ハドソンは優れた画家であり、年度大半をこの島で過ごす。 ってなって暑すぎる夏もある、8月にないだり、6、7月に貿易風が止んでしまうときだ、ハリケーンもまた季節外れの9月や10月、云々ぬんかんぬんて言って、そしてですね家は家であるとともに船のようにも思えたということで、ね、まあ、要は人生という嵐を乗り切るためにそこに建てた船なんだみたいなそんなニュアンスで話が進んでいってで、今のハドソンはもうこの島から外に出ない。 夜は寝るときはです、ね、えー、ああそうそう、その前に、冬になりメキシ、メキシコ湾独特の冷たい北風が吹き、本当に寒くなっても、この家は暖かく快適だ、島唯一の暖炉があるからだ、大きな開け放しの暖炉でハドソンは流木を薪にして燃やすって、ねで。スタンドを消し、床の絨毯に伏せて、木に含まれる海の塩と砂が焼け、炎の緑を彩るのに見とれることもある。 床に伏せれば目が燃える木と同じ高さに来るので木から立ち上る炎の線が見える。これを見ていると悲しくもあり、楽しくもあった。燃える木はすべてこんな気分をハドソンにもたらす。とかねそんな風に書いていてですね。えー、で、でまあね、あの夏休みで子どもたちが。 遊びに来るんですねこの島にねヨーロッパかアメリカからでこう子供たちと楽しく暮らすあ過ごす、まあ、離婚してるんですけどねで仕事それにこの島で築き上げた仕事中心の安定した日常生活ハドソンは子供たちさえ除けばほとんど全てをこれらで置き換えることに成功したこの生活の中に何か永続し自分を支えてくれるものを作り得たと信ずる今のハドソンはパリが恋しくなれば 出出かけていいく代わりににパリの思い出にふけるヨーロッパ全部、アジア、アフリカのかなりの部分に対しても同じ手を使う。ゴーギャンがタヒチ,をタヒチに絵を描きに行ったと聞いてルノワールが言ったことを思い出した。このバティ・ニョルでこんなにいい絵が描けるのになぜ高い金払ってそんな遠くへ行かなければならないんだ。 えーまあ、そんな風にして、ですねこのビミニ島で安定した画家生活を送っていて、結婚生活を除けばほとんどの面での成功者だったみたいな感じでね、えー、孤独な画家の生活があ流木を燃やす暖炉とともにね、目に映像で浮かんでくるんですよ。こ,この部分はね、素晴らしい、えー、トマス・ハドソンとビミニの家とか言ってね、短編で出したら素晴らしい名作短編だなと思うんですけどね。 で、まあ、ここから子供たちが来て、パリ時代の思い出話をしてね、ジェームス・ジョイスはどんな人だったとかね、あジョイスが出,出るのかみたいな感じで、まあまあ、そんな感じでやる。まあ、ちなみにこれ、映画にもなってるんですけどね、映、え、画、ー、あんまりこれは面白くなかった、僕はですね。で、えー、ところがですね、こうやってこうビミニ島での夏休みが終わって、子供たちが帰りの飛行機に乗って、バイバイ、またねって言ったらですね、えー ありますよ。電報というか手紙が来て、ですね、子供たちの乗った飛行機が墜落して亡くなりましたって、ねえ、そこからはえみたいな感じになるのがビビニなんですよ。そしてまあ次にキューバがあって、まあ、もう1人子供がいるんですけどね、軍人で。でまあ、キューバという小説はなんか最初に猫がね、えー、いっぱい出てきて、猫のことを細かく細かく書くんですけど、まあ、このフィンカビフィアというところ、キューバの、ね、家で。 えー、57匹の猫と4頭の犬と暮らした後とね、57匹猫を飼ってたらしいんで、猫のことを、ね、たくさんたくさん書いてるっていうね、そんな感じです。で、そういう、まあ、最初のこう画家の男の孤独のところは素晴らしいんですけど、そこから後とはね、ちょっとやっぱりあの何 どうしていいか分からなくなったってうは、もう一回偉そうに言うことじゃないですけど、感じなんじゃないかなと。海のことなら、こんな風に書いて、こうなったらどうだって言って、老人と海はね、だからとてもまとまってるまる、要はこの小説でまとめきれなかった部分をこっちでまとめたみたいなね、そんな感じなんですけど、でもね、あの作品的にはね、これでノーベル賞も取ったらしいんですけど、作品的にはね、人間として生きていく、人間として読むときにはね、やっぱこれは味がありますよ。もうヘミングウェイ という人間がもう染み込んで出てくる。かといってその自我で書いてるわけじゃなくって、えー、もうね、小説として書いたら自然にヘミングウェイの生涯がこれにね、あのパ,パリのことも出てくるし、別れた妻たちの面影も出てくるし、まあ、完璧にヘミングウェイがわかるみたいなね、こんな素晴らしい小説、海流の中の島々。英語で言うと、アイランズ・イン・ザ・ストリームというあれで,ですね、まあ、珍しくこう英語の本も持っ ヘミングウェイの英語は比較的わかりやすいので、僕が読んでもわかるみたいな、あもちろん中に読めませんけどねあの、好きなところを部分部分読むんですけど、まあ、そんな感じでね、このヘミングウェイは、 海流の中の島々がもう最高ですねっていう感じですね。で、まあ毎回ヘミングウェイを言うたんびに僕は言ってることですけど、ヘミングウェイは1961年7月2日に亡くなったんですね。えー、まあ自殺、ピストル自殺をしましたね、領銃で。そして僕が生まれたのは1961年12月2日、ね、ぴったり5ヶ月後なんですね。世界の名作文学を5分で ヘミ,ヘミングウェイから5か月後に生まれましたってね。そんな感じになるんだね。僕はあの若い頃、俺はヘミングウェイの生まれ変わりなんだってね。まだ書き足りないことを書きに日本に生まれてきた男だみたいなね。そんな風に思っていましたね。思うのは個人の自由です。ということで、今日は、えー、ヘミングウェイがキューバと、えー、キーウエストとかをね舞台に書いた海流の中の島々、ヘミングウェイの最も温、えー、かみのある 悲しい、やるせない、最高の小説だと、個人的には思っています。はい、ということで、今日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。